俺はエイジ、ごく普通の会社員だ。どうしよう、絶対まずいよね。ん？何かあったの？実は仕事でミスをしちゃって、はるかさんに報告しなきゃいけないんだけど、怖いよ。うちの会社にはすごく優秀だけどクールでみんなから恐れられている人がいる。彼女の名前ははるかさん、みんなからは氷のはるかなんて呼ばれている。そうなんだ。じゃあ俺が代わりに報告してくるよ。すみません、実は仕事でミスがあって。そう、簡単に説明して。俺がさっきの彼女たちから聞いた話をすると、はるかさんは不機嫌そうに黙って聞いていた。ミスの内容については分かったわ。で、そのミスはあなたがやったことなの？はい。さっきの子たち怖がってて今にも泣きそうだったからな。そういうことにして代わりに俺が怒られるか。ミスに関してはこれからカバーすればなんとかなるわ。けど私に嘘をつくとはいい度胸ね。あ、嘘ってバレてる。善意とはいえ仕事でのミスを安易にかばうのは良くないでしょう。本人のためにもならないわ。二度とこんな真似をしないように。はい、すみません。何か言いたいことはある？いえ、確かに俺かわいそうだと思って安易に身代わりになろうとしちゃいましたけど、はるかさんの言う通り良くなかったですよね。はっきり指摘してくれてありがとうございます。そう、もう行っていいわ。はい、失礼します。お疲れ、エイジ。会話は聞こえなかったけど見てたぜ。はるかさんと何話してたんだ？ああ、ちょっといろいろ。はるかさんって本当にそっけないよな。しかもエイジには特に冷たくね。そう？俺は気にならないけど。お前マイペースだよな。だって俺には愛する嫁、葵がいるからな。葵は俺が子供の頃から続いている大人気アニメのキャラクターだ。俺は昔から葵が好きで、何があったって葵のことを思えば乗り越えられる。本当にお前の愛はすごいな。こいつ、たけしは俺の同僚でオタク仲間なので、俺はたけしの前では葵を嫁と言っていつも愛を語らせてもらっていた。そりゃもう俺は葵を愛してる。葵は永遠に俺の嫁だ。エイジ君。はるかさん。あれ、どうしました？さっき私忘れた資料があったから持ってきたのだけど。職場は仕事をするところよ。プライベートの雑談は控えなさい。はい、失礼しました。はるかさん、やっぱ怖え。え、そう？何があろうと俺は葵さえいればそれでいい。だから毎日マイペースに仕事していた。ある日、ああ、せっかく退社したのに会社にスマホを忘れて取りに戻る羽目になるとはな。あれ、はるかさんまだ残ってたんですか？エイジ君、どうしてあなたが？忘れ物しちゃって。はるかさんは残業ですか？ええ、上司から急に明日までに終わらせてほしいという仕事を押し付けられて。大変じゃないですか。手伝いますよ。そんな悪いわ。二人でやった方が早いですって。ちゃちゃっと終わらせちゃいましょう。ありがとう、エイジ君。あなたのおかげで早く終わったわ。いえいえ、少しでもお役に立てたならよかったです。ねえ、その会社での雑談はあまり良くないけど、仕事は終わったし、一つ聞いてもいいかしら？何ですか？あなた、よくたけし君とお嫁さんについて楽しそうに話しているわよね。あなたのお嫁さん、そんなに素敵な人なの？たけしと話してる嫁って、葵のことか。そりゃあもう、葵は最高なんですよ。笑顔が素敵だし、いつでも前向きで、見てるこっちまで元気になるっていうか。そう。本当に好きなのね。ええ、大好きです。葵は可愛くて、かっこよくて、勇気があって、優しくて、もうとにかく、最高って。って、はるかさん、どうしました？あの氷のはるかさんが泣くなんて、俺何か変なこと言っちゃったかな？なんでもないの。目にゴミが入っただけ。エイジ君の奥さんは、本当に素敵な人みたいで、よかった。奥さんが羨ましいな。え、そうですか？ああ、これが俺の嫁なんです。え、
これが嫁？はい、正しくは葵は世界のみんなのものだからみんなの嫁ですが、まあたけしには俺の嫁って言わせてもらってますけどね。やったー。私はずっとエイジ君が好きだった。昔から私は笑顔が苦手で無口だったから周りから怖がられていたけど、エイジ君だけはこんな私にいつも笑顔で優しく接してくれた。かっこいい。だけどエイジ君はいつもたけし君と。聞いてくれよ、俺の嫁可愛すぎないか。エイジの愛はすげえよな。いつも俺の嫁と嬉しそうに話していたから、ずっとエイジ君は既婚者なんだと思っていた。だから自分の気持ちを抑えて諦めるためにわざと他の人よりもさらに冷たい態度をとっていた。それにこの前はエイジ君が他の女の子のために自分が怒られようとしているから、その女の子に嫉妬して不機嫌になってしまったんだ。仕事に私情を持ち込むなんて良くないと分かっているのに。でも私本当にエイジ君が好きなの。葵さんが二次元ならもうこの気持ちを抑えられない。私にもチャンスがあるよね。私勝てるよね。俺、葵には本当に救われたんです。俺実は昔病気で入院していたことがあって、すごく心細かった時テレビで見た葵の笑顔に元気をもらったんです。頑張っている葵を見ていたら勇気が湧いて、怖かった手術も受けられて、手術後のリハビリも葵の存在が胸の中にあったから頑張ることができました。それからもどんなに辛いことがあった時も葵を支えに生きてこられたんです。ダメだ、私にチャンスなんてない。葵さんに勝てない。はるかさん、どうしました？二次元なら勝てるなんて一瞬でも考えた私が愚かだっただけ。え、何のお話ですか？何でもないの、気にしないで。よくわかりませんが、よかったら使ってください。エイジ君、やっぱり優しい。ダメ、どうしてもエイジ君のこと諦められない。だってこんなに大好きなんだもの。葵さんのことを忘れてなんて言わない。私2番目でいい。エイジ君と結婚したい。その日以降。うわ、雨か。しまった、傘持ってきてないな。エイジ君、傘がないの？私持ってるから一緒に帰らない？いいんですか？ありがとうございます。また別の日。エイジ君、今からお昼？はい。私お弁当作りすぎちゃって、よかったら食べてくれない？ああ、ありがとうございます。以前はクールだったはるかさんが最近よく話しかけてくれるようになった。この前残業手伝ったからちょっとは使えるやつと思ってくれたのかな。すげえ、あの氷のはるかさんがあんなに積極的に。どう見てもエイジに惚れてるよな。あのはるかさんを惚れさせるなんて、エイジ君すごすぎ。それにしても最近なんだか周りからの見る目が変わった気がするけど、なんだろう。尊敬の眼差し。ま、なんでもいっか。俺は何があったって葵のことを考えれば毎日楽しいからな。エイジ君、一緒に帰らない？ええ、帰りましょう。それでね、エイジ君、明日はお休みだし、たまには一緒にどこか遊びに行ったり。あれ、キモオタのエイジじゃん。モブコ、彼女は俺の高校の時のクラスメイトだと言っても親しかったわけではなく。うわー、久々に見ると本当に冴えない顔。昔から彼女は俺をキモオタとバカにしてくる。あんたって昔からモテなかったよね。どうせ今も彼女とかいないんでしょ？彼女にもはるかさんは目に入っているはずだが、恋人という発想は1ミリも出てこないらしい。まあ俺はオタクで、はるかさんは超絶美人、誰が見てもそうは思えないだろう。実際ただ一緒に帰っているだけで恋人ではないしな。私、エイジ君の恋人です。え、違いますよね。エイジ君、ここは話を合わせるところでしょ。だって本当に違うじゃないですか。はるかさんだって俺と恋人だと勘違いされるなんて嫌だろうに、なんで突然こんなことを。違うけど、
私はエイジ君が大好きなんだもの。エイジ君が他の女からバカにされるなんて耐えられない。え？エイジ君はとっても素敵なんです。私は恋人ではないけど、彼のことが大大大好きなの。エイジ君はモテなくなんかありません。はるかさん、俺のことそんな風に思っててくれたんですか。ごめんなさい、私気持ちを抑えられなくて。でも嘘じゃない、ずっと好きだったの。以前はエイジ君が既婚者だと思って冷たくして本当にごめんなさい。エイジ君の二次元のお嫁さんは葵さんだってわかってる。でもお願い、私を三次元のお嫁さんにしてください。俺の大好きな二次元の嫁は葵だ。だけど俺のために怒ってくれた遥さんの気持ちはとても嬉しくて。遥さん、ありがとうございます。エイジ君。エイジのくせにこんなラブラブだなんて。私だって彼氏いないのに。悔しい。それから俺は遥さんと恋人になり、幸せな日々を送っている。このシーンすごく感動する。何度見ても最高なんですよね。はるかさんは葵さんについてよく知りたいと言って、一緒にアニメ鑑賞をするようになり、今でははるかさんもアニメを楽しんでいる。ねえエイジ君。ん？大好き。私これから葵さんに負けないくらいエイジ君に好きになってもらえるように頑張るね。もう十分好きですよ。ならもっともっともっと好きにさせてみせるからね。漫画エンジェル猫岡、チャンネル登録よろしくお願いします。